今日なんですが、リブレオフィスの墨消し機能を紹介していきたいと思います。はい。で、まずどのような機能かというところなんですけども、文章をですね、外に対して公開するときに、一部見せたくないような、場所があったときですね、こんな感じで墨入れを例えば顔を隠して、特定の場所を隠してで、これで PDF で公開しますなんていうことを、やりがちだったりしますね。うん、で、これをやってしまうと実は、報道されるような事態になってしまうというのがありまして、どういうことかと言いますと、PDF でこう隠れているように見えるんですが、実際には、コピーをすると、もうこの段階で見えちゃってますけども、後ろに隠れた、文字が見えてしまって、そのまま取り出すことができてしまうと。で、じゃあ文字じゃなくてさっきの顔の画像はどうなんだと言いますと、PDF を実はLibreOffice は編集することができるんですけども、LibreOffice で PDF を開きますと、このように四角を簡単に取り外すことができてしまうと。このままでは、文書のセキュリティが守れないということになってしまうわけです。そこで、LibreOffice ライターのツールの墨消し機能を使うわけです。で、墨消し機能を起動しますと文書がドローの方に切り替わります。こちらにこのように墨をで、このように、こう、墨をですね、入れていくわけです。それは左上のフローティングダイヤ、そうですね、ツールバーのところで、はい。で、またはこちらで、自由ラインを引くこともできますと。なるほど。はい。で、このように墨入れる部分を指定をした上で、で、黒消しか白消しでもってエクスポートができるわけです。これでもって、PDF に出力しますと、このようにですね、先ほどですとテキストデータが残ってましたんで、コピー貼り付けで、取り出すことができてしまったんですが、墨消し機能を使ってエクスポートすると、この PD、なんだ、文字自体がもうラスター画像として変換されてしまうので、コピーすることもできないですよと。ちょっとじゃあ、文字をコピペすること、消えてないところもコピペすることができない。そうですね。ですか。そこはもう一括、ここはテキスト、ここは画像というふうな複雑なことをすると、やっぱりセキュリティとしては下がってしまうので、シンプルにもう全体をラスタ化してしまうと。そうすることで、手作業ミスなどで、やっぱりまた漏洩してしまいましたというリスクを、落とすことができるという、こういった機能ですね。一番間違いのないやり方になってるんですね。そうですね。間違いはないけど、その代わり読みづらいですけどね。はい。若干も、ラスター化するのはいいんですけど、もうちょっと解像度は高い方が嬉しいかなっていうのが正直なところではありますね。そうですね。300dpi ぐらいですかね、これ。そうですね。で、もう一つ機能を紹介しておきますと、この自動墨消しですね。で、で、一応元の文書の方が、リブレという言葉をところどころに差し込んであるんですけども、このリブレというキーワードで墨を自動的に入れるということができます。なるほど。固有名詞とかだけやるとか。そうですね。ここで単語を追加をして、OK にする？OK かな。追加。
あれ、行った？あ、いいですね。行った行った。とすると、なんか微妙にずれてる。ま、そうですよね。これ微妙にずれます。すごいずれてるね。と、そう、まあ、このあたり、本当にリブレオスって可愛いなって思うんですけど。まあ、若干こう、やっぱりあの、手間をかけさせる。調整が必要ですね。まあ、愛情を感じさせる。今のあれか、なんか、選択して、あ、そうです。あの、位置を調整することができる。そうです。ドローですので、一応図形として全体を、うん、移動させることはできます。文字はブロック化されてるんですか？こちらは、あ、ただ一応触れないようにはなってるようですね。あ、触れないのか。はい、触れないよ。選択だけはできてますが、ま、ええ、移動させたりはしない。かもしれないですね。で、こちらだけは。グループ化されてるのかもしれないですね。あ、そうかもしれないですね。で、まあ、微調整は効きますよ、と。なるほど。はい。で、同じように、エクスポートして、墨入れをすることができますと。まあ、このようなものですね。非常に、あの、事故を減らすのには役立つかなという。うん。うん、確かに。はい、これは黒の墨ですね。あ、白墨も入れれます。ちょっとやってみますか。白墨で。はい。おお。こんな感じですね。枠がつくのか。枠がつくんですね。はい、まあ、これは一応消してるんだよというのが分かるように枠を残してるんだと思います。試験問題。なるほど。試験問題が作れる？試験問題作れる。学校の先生にも最適という。はい、まあ、このような機能ということで、あれですね、まあ、機密文書を使う機会が多い方はですね、ぜひ、リブレオフィスのこの墨消し機能を活用していただければと思います。あ、なるほど、勉強になりました。はい、どうでしょう、皆さん、使う機会ありそうでしょうかね。あんまりなさそうですけど、私は今ちょっとコメントしづらいですけど。いやね、昔はね、印刷することが、どうですか、文書っていうのを配布するのを印刷することがメインでしたから、そんなこと気に、はいはい、あんまり気にしたことなかったんですけれども、はいはい、確かにね、どっちかというと私たち、ちょっと時代遅れの業界なんですけど、それでも PDF で、文書やり取りとすることがちらほら出てきましたんで、こういう時に、あ、そうか、どういうんですか、いや、機密というか、例えばそのね、ここの、私たちだったら何かの見積もり書でその原価を入れたりしたのをいじったりすることあるんだけど、そこを原価のところのね、消し方っていうのはこういうふうにしたら、あ、まあ言うたら相手さんにはバレないんだなというのが勉強になりましたね。そうですね。確かにバレないですね。その代わり相手は何もいじれないですけどね。で、コピペもできないんで。コピペはできないですけど、まあ、うちらの方やったら見ることが中心なんで。あ、なるほど。それであとは電話でどうのこうのっていうのはかかってきますから。じゃあ、十分ですね。そういうなんでやったら使い道があるからっていうふうに、うん、まあ、今日は勉強になりました。はい。はい、ありがとうございます。話がめちゃめちゃそれちゃいますけど、まあ、ライターからドローに移って、ドローからラスター化してるっていうやり方なんですね、今、ライブではね。そうですね、そういう形で渡してるようですね。逆にドローからは呼び出せないんですけど。昔のその MS-DOS 時代とかだと、はい、プリンタードライバー側で、例えばね、ラスター化する。プリンタードライバーっていうのが昔はあって、なるほど、はいはいはい、そういうのが使えると、もしかするとそういうやり方でなくても、ライターの上でシェイプを置いてってラスタープリンターに出力して、それを PDF 保存するっていう
やり方が昔ならあるいは使えたのかもしれないですね。今むしろ便利になっちゃって PDF 化するときに全部そのラスターじゃなくてベクターデータで保存しちゃって、あのテキストも全部中に入っちゃうので、こういうことをやらなきゃいけないと、うん、そうですね、はい、逆になってんのかもしれないですよね、まあ、品質が上げ落とした結果セキュリティ的にはこう危なさが出てしまうというですね、うんうんうん、まあ通常はねコピーできた方がいいのでデータ欲しいんですよね。そうですね。なんで、はい、まあ、こういうインターフェースとして、そもそも入り口をはっきり分けることで、自分が今どういう作業をしようとしてるかっていうのが、ユーザーにもはっきり分かるという、うん、そこのところが一番そのセキュリティの面では大きいのかなという気がします。なるほどね。さっきのプリンターの方式だと、まあ、はっきり分かって使ってる人でないと、そこのところ区別できないですもんね。できないですね。うん、結局、はい、はいはい、はい、あ、どうぞどうぞ。いや、一瞬締めようかと思ったんですが、どうぞ話してください。締めてください。はい、はい、それではといったことで、自動墨消し、墨消し機能の紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。